はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日はですね、ちょっといつも以上にテンションを上げてですね、そしてマイクのボリュームはちょっと弱めにセッティングをしましてですね、そして声を張り上げていくと。なぜかというとですね、今日ちょっとヒカキンさんの動画を見てたんですよね。ヒカキンさんも YouTube をやりかけた10年ほど前はですね、ボソボソ、ボソボソと話してたらしいんですけれども、 これはいいいけないと思ったらしいんですよね、えー、僕もちょっと2023年はテンションを上げてですねいこうかなというふうに HIKAKIN さんを参考にさせていただいてですね元気にやっていこうと思っています今日のテーマはですねスタジオワンを使うんですけれども スタジオ1のいろんな機能あってですね初心者の方にはもう一気に覚えろって言ったらそれは難しくてしょうがないんですけれどもでも初心者とか中級者上級者関係なくですね案外知らないことがありましてその中でもベスト何位に入るぐらいですね知らないことといえば「イベント FX」だと思うんですよね。えそんなのあったのって感じでですね 皆さん初めて聞く人もいると思うんですけれどもイベント fx は上手に使えばですねとっても楽になります例えばここに今簡単な僕が作りかけのオリジナルソングがあるんですけれどもこれにハーモニーをつけるとしますまぁ、あ、ちょっと原曲ちょこっとだけ聞いてください まあこんなのにですねハーモニーをつけようと思った時にまあ今回はウェーブスのハーモニーというのをねちょっとつけてみますねプリセットはいいかなまあ、えー、この P001 って僕が気に入ってるプリセットなんですけれどもまあこれでやりますと はい、このようにハーモニーができるここまでは当たり前ですよね、えー、皆さんこれはよくご存知なところなんですけれどもこれを部分的にかけるとなりましたら一つですねハードルが出てくるんですね他の DAW ではイベント FX というのがない DAW も多いですので多いというかスタジオワンだけなのかなまあちょっとよく知らないんですけれども通常はこれはですね DAW のほとんどではオートメーションというのを使うんですね。オートメーションっていうのはどういうのかというと、ここでこのオートメーションモードにしましてですね、そして追加削除というのをしましたら、ここにね、いろんな項目があるんですね。そのインサートしている、今、ウェイブスのこのインサートの中にですね、えー、バイパスとかいうのがありまして、 これ案外見つけるの大変なんですよねあ,ありましたありました。これバイパスですね。これをこちらの方にやってですね。そしてこの今緑の線ありますよね。この緑の線が下がってる時はバイパスかかってないということですからここはハーモニーがかかるんです。 ここからもういらないと思ったらですねこのようにして上にやると「いりません」なんですよね、えー、そしてまたここで下げてみたらどうなるかというとここは「ハーモニアリン」はいなくなりました はいこのようにしてオートメーションを書くわけですちょっと一旦オートメーションは切りますねオートメーション切るのはここからですねもう一回追加削除をしましてそして、えー、これをですね削除すればいいわけです、まあ、こういうのももう皆ちょっと削除しておきましょうはいこういうことなんですがさてさてイベント FX なんですけれどもね例えばここでですね 最初のところはまあいらないとしてこのコーラスからハーモニーをかけたいとか思ったらですねここでよーく見てこの波形が切れてるところまあこの辺でもいいですけれどもこの辺でカッターでちょん切るわけですねそして今度はこのブリッジのところからはちょっと変わったハーモニーにしたいと思ったらですね まあここでまた切るわけですねはい、えー、先頭はいらなくってここでは A のハーモニーここでは B のハーモニーまあここでもちょっと切っておきましょうねこのようにしましてブロック分けしておくわけですねわかりますかそしてですねイベント FX はどうするかというとこの右側に今見えてますかねはい ここにですね、僕の顔で見えてなかったらダメだと思ったんで、えー、ちょっと確認したんですけれどもここにウェーブスのハーモニーがあるんですけれどもこれをですねここにかけたい時にはオルトキーを押しながら引っ張っていくとですねはいこのようにできまして後ろももう一緒に入れておきましょうねこうやってオルトキーを押しながら こうやるとですねこの左の角ちょっと大ききくしておきますねこの左の左角にこんなマークがつくんですよね、えー、小さいですけど FX というふうになっていますでここをクリックするとこのようにウェーブスのハーモニーが入ってますよっていうのが分かるんですね分かると同時にここを選択するとこのように 起動ででできるわけですすじゃあここにですね今はこれになってますけど僕が作ってある P001 というね僕が好きなプリセットの1個目を入れておきますそしてちょっと閉じますねそしてこの後半のところですね僕がブリッジというふうに書いてますがまたここを見てですねそしてこ,こ立ち上げるとこのプリセットははい P002 ダブラーとなってますがこういうダブラーでねグニュ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 こう動いてるんですよねこういう面白いコーラスを作ってあるんですそうしましたらこれをちょっと聞いていただきましょう鳴らす前にこれを入れてあったらですねこの左の隅にですねイベント FX というのができてましてこの中身を見れるんです で、邪魔なときはこう言って上げていくとですね、こうやって上げれまして、インサートが入ってるとなってますよね。例えば、この前の入れてないところを押すと、はい、何もなくなりますよね。イベント FX、何もないです。で、ここを選ぶと、イベント FX が書き色になりますし、もう一つのところをやると、はい、これももちろんなってます。ここはなってない。なってる、なってる、なってない。 このようにしてですね、えー、とここからも選んだりできるんですね。イベント FX を見るとですね、ここにこれが入ってますよ。だから、一時的に切りたいと思ったら、これをバイパスすればいいわけです。このようにできますし、今度はこのレンダーとしたらですね、もうイベント FX 入りになってくれるので、とっても軽いリージョンが出来上がるわけです。 まああのこのレンダーの話は次の機会ででもいいでしょうレンダーをしてしまうとですね戻すという作業もできるんですけれどもやってる途中ではねめんどくさいですので確定した時にレンダーをしてしまえばより軽いデータになるということですさあそれでは聞いてみましょうこの21小節ぐらいのねこの辺のところから聞いてどのようにハーモニーがかかるか確認しましょう いつまでも変わらなぜしし、ね、かというと先ほどに入れてあったこの全体にかけてあるウェーブスのハーモニーが残ってたからここにかかっちゃったんです。こういうことも失敗もあるというのを見せました。 言ってですね、えー、これは僕が単純にミスっただけですが意図的にではなくって本当にミスってしまいました。はいじゃあ行きます。はい気を取り直していつまで はいどうでしたかオートメーションを使わなくてもできるので聞いてみて知ってみればこれの方が楽ですよねはいもちろんこれには1個だけではありませんこれにですね何か FX を追加すれば例えば僕の大好きな a m ック9 0 9 9のイコライダーでちょっと 声の質を変えてみようというようなことになったらまた「alt キーを押してこの後半部分に入れてみますね。はいこのようになりましたからここでちょっと皆さんによくわかるように高音バリバリに上げたりしますので聴いてみてください途中から上げたりしますね。 そんな極端にね、イコライダーをいじったりすることはないですけど皆さんに伝わるようにやってみましたということで皆さんイベント FX 今まで使ったことがないっていう方も明日から一度使ってみてくださいとっても楽ですしそして今いらないと思ったらですね選択をしてイベント FX をこのようにバイパスしてくれるともうかからなくなりますのでこれで ハーモリーすら今撮れましたしとってもとっても便利で他の DAW にはあまり発想がないスタジオワンの初心者にも分かりやすいイベント FX これをうまく活用するとですねオートメーションを書かなくってもいけるということがありますただしオートメーションというのはリアルタイムにですね ちょっと強く、ちょっと弱く、そういうことができますので、もちろんイベント FX とオートメーションを同時にもできますので、いろいろ皆さんも試してみてください。今日はご視聴ありがとうございました。村長スタジオでした。ちょっと元気にやってみました。じゃんじゃん。